こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説も読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、幸いにこれ太平無事、客愛大手気色王子です。幸せなことになすべき何事もない時の客、お目にかかって気色満面ということです。それでは今から、幸いにこれ太平無事、客愛大手気色王子を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。